どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、ラグマス実況4回目、前回沈没船を調査しているところでしたね。ラグマスについての詳しい説明は第1回の動画をご参照くださいなんだぜ。ところで天才アコライトの霊夢ちゃんは、新しいスキルを覚えたよ。ファイアーブリッド。いや違うよね。今それ使ったの他のプレイヤーさんだよね。どうして嘘ついたの？いやー、あまりにかっこいいスキルだったから、つい自分のものにしたくてね。あとワンチャンバレないかもと思ったから。バレてるよ、ワンチャン狙ってんじゃねえぞ視聴者なめんな。でも、他のプレイヤーさんたちがこうしてリアルタイムでプレイしているのも、MMORPG の魅力の一つだよな。そうね、いろいろ参考にすることもできるしね。あ、さっきの強そうな人だ。私と同じペット連れて。いや、お尻って何？その子の名前なの？どうやらそうみたいだな。まあペットにどんな名前つけるかはある程度自由だけども。どうするぽよちゃん、おしりちゃんとお知り合いになる？なんつって、はい、というわけで沈没船の調査も無事終わり、今度は海底洞窟に来ているよ。海底の封印の中心のコアが壊れたらしく、下手したら大爆発、やばいですね。2つのミラーポイントで、いち早く魔法陣を修復しないといけないんだな。よし、それでは早速、東にある2番目のミラーポイントに向かいます。お、なんか金貨とかいっぱい落ちてるぞ。もしかして、お宝発見？いや、それよりこの人の話を聞こうぜ。どうやら魔法陣の修復に必要な結晶の濃度を薄めるために、タラフロップの体液で中和する必要があるらしいぞ。魔法陣修復の準備はこの人に任せて。私たちはタラフロップの討伐ね。うわぁ、それにしてもすごいお宝だな。億万長者になっちゃうよ。いや、勝手に持って帰っていいかもわからんし、まずは任務を優先するんだぜ。そんなこといいからお宝持って帰ろうよー。バカ、RPG の主人公として最もあるまじき行為だよ。でもこんな金銀財宝目の前にしたら、誰でも目がくらむよね。いや、だけど、それにしては人が集まっていないというか、なんか怪しい感じがするんだよなー。とりあえず体液をさっきの人に渡すんだぜ。今から修復、私はモンスターが邪魔しないよう護衛ね。張り切っていくわよ。終わったら財宝ゲットできるかもしれないし。まずは近くの探検隊員に注意喚起だな。え、は？偽の宝物庫？嘘でしょ、これ全部偽物だったの。どうやらそうみたいだな。それであそこの人にここは危険だと伝えようと思います。おい、明らかにテンション下げるな。実況動画なんだから頑張れや。いやでも、海洋エッセンスというお宝は絶対ここにあると、この人は言ってるよ。なるほど、それがあなたの弁証法というわけですね。ごめん、ちょっと意味がわからない。ああ、結局この人忠告を無視してここに居続けるみたいだよ。ま、しょうがないね。彼自身が望んだことなんだから。それほど重要な海洋エッセンス。気になるな。ということであの人は無視して、修復を始めるみたいです。どんなモンスターが出てくるかわからんから、気をつけるんだぜ。時空の裂け目から、モンスターが湧き出てくるのね。さあ、いよいよ始まるぜ。バフォメットの影、なんだかヤバそうな気がするわ。でけえ。なんだこいつ、5メートルくらいありそうだぞ。こんなでっかい敵戦ったことないよ。あれ？でもデカすぎて攻撃当たってない？いやそんなことはねえだろ、ダメージ食らってるし。まあ、とにかく、いろんなスキルを使いまくって戦うしかないわね。少しずつだが、相手の体力も削れていってるぜ。よし、このままいけば勝てそうよ。ホーリーライトとポヨちゃんのボール攻撃で、一気に決めるわ。ふぅ、なんとか倒せたな。でも、これバフォメット本体じゃないのよね。あくまで分身だからな、本体はどれだけ強いんだか。さて、それじゃあ長老のこじいれさんに報告に行きます。第一のミラーポイントの封印は破壊されてしまったようだが、このまま続けるようだぜ。な、伝説の怪人を怒らせたですって？すごい揺れ。こりゃあやばいのが来るぞ。私たちは、海を救おうとしているのです。その前に己自身を救うがよい。おい、めっちゃ怒ってるじゃねえか。うわ、なんか強そうなの出てきた。怪人の影。行くわよぽよちゃん、一緒に攻撃だ。く、さすがに体力が多い。しかも、相手もコールドベルトという。スキルを使ってきているな。やっぱり、その辺のモンスターとはレベルが違うわね。ポーションも使わないと体力間に合わないわ。回復してなかったらかなり削られてたな。ちょっと疲れてきた。一旦距離を取るわよ。な、ユクテルサンダーという、別のスキルを使ってきたぞ。攻撃方法も多彩なようね。やっぱり接近戦の方がいいか。な、ロードオブバーミリオン。うわあ、なんだその強力なスキルは。敵ながらかなりかっこよかったな。でも相手の体力もあとわずか。もうちょっとで倒せるわ。やった。怪人の影を倒した。これは達成感があるな。あ、でも、
エネルギーの乱れがひどくなって、コアをコントロールできないって。やばい、ここから逃げるしかないのか。あ、ルシア、どうしてここに？ルシアって？以前動画外で助けたことがある、お盆布の子よ。これは、海のエッセンス。おお、お盆布の優しい心が宝物だったんだな。大切なものは目に見えにくい、いい教訓になったじゃねえか。いやでもやっぱり財宝は欲しかったなぁ。おい台無しにするな、いい雰囲気なんだから。ということで、いかがだったかな？気になった方はぜひ、概要欄から気軽にダウンロードしてみてくれ。そして、次回もぜひ見てくださいね。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。さようならー。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。